皆さんおはこんばんにちは、パラカルタのおさちです。今日は皆さん、ペッツベーカリーって聞いたことありますか？ハワイにある老舗ベーカリーのお店なんですけど、そこですごく有名なパイがあって、チョコレートハオピアパイって言うんですけど、今日はなんとじゃーん、ペッツベーカリーのハオピアパイをいただいちゃいました。雑貨がいろいろ売ってるプラザっていうお店あるじゃないですか。何店か店舗限定で販売されてるみたいなんですけど、1月中旬でそれも販売できなくなっちゃうらしいんですよ。なんで今日は旦那さんの妹さんが見つけてきてくれて買ってきてくれました。ありがとうございます。基本ハワイに行かないと食べれないものなんで、食べたことない方もいっぱいいらっしゃると思います。今日は私が食レポをさせていただきたいと思います。久しぶり。新婚旅行ハワイに行って、その時に食べたんですけど、めっちゃ美味しいんですよね、これ。わー、懐かしや、美味しそう。皆さん、これがチョコレートハーピアパイです。下がチョコレートクリーム、でその上がココナッツクリーム、一番上がホイップクリームの3層になってます。じゃあ早速いただいていきたいと思います。いただきます。やばい。こんな風に結構クリームはとろんとした感じですね。うん、めっちゃ美味しい。なんかそんなに見た目ほど甘ったるくはないんですよ。でなんかもうクリームなんですけど、チョコレートとココナッツのババロアみたいな感じになってて、結構こうねっとりしたこう舌触りで、すごい美味しいんですよね、これが。ココナッツの甘くて優しい香りが広がりますね。コーヒーがあったらね、ハワイに行った気分にすごい浸れます。タイはちょっと塩気が効いてて、もうサクサクホロホロで、なんかアメリカの家庭のパイの味っていう感じですね。素朴だけどすごい美味しい。コーヒーと合いますね。ごちそうさまでした。はい。いや、もうかなり久々のハオピアパイ、めっちゃ美味しかったですね。1月中旬で日本でも買えなくなっちゃうのは寂しいんですけど、やっぱりね、現地のものは現地で食べるのがよりこう雰囲気とかも楽しめると思うんで、ハワイに行った時は皆さんもよかったら食べてみてください。でお店はノースショアにあるみたいなんですけど、ドンキホーテに売ってるんですよ、ハワイので。ワンホールで8ドルぐらいで売ってるん で味もいろいろあって、ココナッツクリームパイとかパンプキンとかブルーベリーとか、もういろんな種類があるんで、いろいろ食べ比べてみるのも楽しいですよね。なんか海外のスイーツって日本にはない美味しさとか、日本にはないボリュームとか、なんか面白いのがいろいろあって、私ももっともっとチャンネルが成長したら、なんか世界のスイーツとか世界のお土産とか、なんかそういうのもいろいろレポとかやってみたいですね。なんか料理をするのもね、世界の味を知っておくっていうのはね、大事ですからね。そういう経験も必要ですよね。じゃあぜひ皆さんもテッツベーカリーのチョコレートハオピアパイ食べてみてはいかがですか？今日も最後まで見てくれてありがとうございます。この動画が良かったらグッドボタン、チャンネル登録ぜひぜひお願いします。パラカルタのおさちでした。バイバーイ。